お寿司良かったな。高いものを買ってきてます。高いもそういういや。これあれがない。おばちゃん豆腐何？みがらし？醤油？どっちがいい？豆腐。みがらし、みがらし。みがらしか。醤油の方がいい？醤油の方がいい？みがらし。みがらしがいい？安い、それはいっぱい取れるんや。うん、そうよ。うん、ありがとう。ちょっと待って、その鈴木も取ってあげる。手古いものだったら。何ぼいたってな。しゅんないわよな。手古いドラは。あ、なかったとは。あんたらドラなんだろ。私は動画になったらもう吹っ飛ばされちゃう。そんなことなかろ。そこまではせんやろ、なんもなんでも。お皿あった。ない。これ持っていって。すまん。な。まあ、ことな。あんたらのおかげで私この家でおしまいを迎えることがおしまいなんかまだまだ迎えんで。先生普通に食べていいよって言ったよ、うん、その代わりに喉に詰めたらいたんで、うん、はげなるべく座ってな、うん、これナッパがちょっとあれじゃない。ちょっとすかせや。いい。これなんじゃった？お刺身。はい、刺身と。ありがとう。ごちそうな。うん。ちゃんと。ご飯。うちも継がないけど。あんたらのおかげで私もごっつおばっかりな。てつやん来てくれてから、うん、はよ食べな。はい、おいしい時にこれでは食べよう。食べんでなフォークじゃないな。どれそれでいつも食べよるよ。ご飯ご飯はいいけど、おかげでいい？といいで。これつけとこう、もったいないけど。さすがおいしい。おいしい。うん。OK。うん、これとは熱い。うん、そうそう。こんなごっつをついでもろとるな。あんたらのおかげで落ちたね、ご飯粒が。
あ、これさ、買う。お寿司美味しいわ。うち味全然見とらん。どうな？美味しい？ごとに切った方がいいな。油がいいな。これも味も見たらなったもん。おいしいおいしい、お寿司。おいしい。食べよう、これ、うん、あのお誕生のお祝いに今日になったけど今日誕生日かな、違うわ昨日よ、あ昨日だったか、なんちゃしてよやらず、白菜大きなのドラルでもろとったけどな、食べさせたけど、その刺身も美味しかろ、美味しい、うん、油が乗っとるけんな、うん、たまたま自分で食べれるって、いや、ナムさんの扇風機やったけ何するナムさんやらす扇風機やらすしたけ、ナムさんのパーリットあんまもろいのやろか、そうよ、うん、よ、人に用してあげとるけ、キラゴリちゃんそばししてもらうんで、うん、やっぱな、白菜食べるこ今、白菜、いい、ほら
美味しいよこれ、うん、すき焼きの味みたいな、うん、白菜よ、あれに紙に入るよ、うちもう一口おかわりしてよ、かほか、うん、食べたよ美味しかった、うん、先生が遅かったけどあれやな、おやつ食べれんかったな、お先生が2時半に帰って3時に食べるつもりやったのに食べれんかったけどな、おやつなら私なら先生になったらどうしよう思っても、気づきじゃなかったもん、どこ行くのが大きなったもんじゃろう、あの小さい軽できたんじゃない、どこでも受ける、その見えるとこは恥ずかしかろう、誰も。あの先生、悪い先生じゃないけど、要領はあるそうな。悪い先生じゃないだろ、うん、あの人は悪い先生じゃない。最初に、うちが一緒に行って、2回目に。きわこさん、見てあげてやらないなあの人、年と思ったより言っとる、年は。うんうん、見る人ないけん来たら思いなったよ、うん、私を見る人がないけん、うん、あんなに来たら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 世話してあげてやんないなった一番最初に悲しいな先生がな、うん、はいって言っているとたそしたらあった絶対見ないけど二人から頼まれとるけんな、あの人が大事に言うて。で頼んだ覚えありませんって言ったで。うん。あの人は腹の中では閉めたもんじゃ思うとる。思うとる。あんたに。絶対思うとる。だけど、自分が存続で詰まるわ。自分に報いるけんな、今その時は得したよ、でもやっぱ、うん、やっぱ後ろくらいとこはあると思うべ、そういうことするんだろうな、うん、まあいいわ、県外行けんのよだけど愚痴も言わずにあんた剣を一人で見たんじゃけん、これは偉かったで、それは嫁さんじゃけんせない剣いうことは分かりきっとるけどな、どれっちゃんとのんま言うまい、それがいかんのよ、それがな、それがいかんのよ、それが協調性じゃない、家族を信用してないっていうかな、で、うん、用事があって車に出ていくときは見よってやいけん見よるぞ言って、あ、ティッシュ取った、ティッシュ取った、何？ティッシュ、ティッシュ。見よって言って。うん。昔よ、前よ。剣の時で？うん。はい。おっとっとっと。はい。あんまり人と接することがないけんな、あの子は。嫌があるけ。そうよ。うん。美味しいよ、これ。結局自分がしたほどよ、しとったらまたもんてくる、もんてこうかうち、戻ろうもってうちはしとらんけど、そうで、そうで戻るもん、この人はね、虐待しとるときに虐待されるけど、バカ一人虐待したら自分は痛い痛い言うのにバカ、うん、虐待しとるけん、虐待これなんじゃったんじゃろ、ついた知らんで、もうやめてよ、こっち持ってる髪のいらんもの、うん、もらおう、一つ黒、うん、な布巾がすぐ黒になるんよ、何か起きたら大丈夫、落ちてない、うん、大丈夫、あ、これちょっと落ちてるけど、大丈夫、大丈夫、これこれ、ふんごさん食べるけ、はい、口開けて、やめない
黙って食べなはるかもしれない人には食べさすけんな、落ちたらな、もったいないとか言ってた。自分は食べるのだ、あれ。おいしい。ご飯のあるうちに、みがらしの食べさしとかな、辛いけ。辛いないもんね、あんな。食べさし方ぐらいは任せてよ、もう本当に。そこまで言わんてよかろう、人。いや、人の食べさしとるやり方まで文句なんてよかろうかな。本当にあんたは本当口出しをするんだな。よっしゃ。ゆっくりでいいね。詰めんように。まあ、私は幸せよ。みんな憧れてしてもらうもんな。徳があんのよ、あんたに。うちら徳はないけ。虐待はあるけどな、この人。虐待はあるけどな。徳はない。まあ、ちょっとうち横になるで。縦のこともね。縦でも横でも斜めでもいいけど、好きなようにしたらいい。背中がどうしようもないわ。縦でも斜めでも横でもいい。あ、なに。今何時ですか？6時10分。よいしょ。あ、今日は土曜日よな。どないやん。あ、6時あらへ小さな物語がイタリアの。それ見ろ。あまり。テレビも